はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつっつんです。ということで今回は J1&J2MVP 考察今季最優秀選手を代表者ということでやっていこうと思っています。 いうことで、まあ、こんな季節ですね。まあ、来月に位は、えー、J リーグアワーズも開催されることが決定している今シーズンの、えー、終わりでございますけれど、さあ、残り数試合となってきました j 1 j 2でございます。まあ、やっぱり、えー、そろそろですけどもね、こういう感じで MVP の考察とか、えー、ベストイレブンを考えていこうみたいな企画も、えー、どんどんやっていこうと思っているんで、まず第一弾ですね。MVP いきなりかって感じがしますけれどね、えー、こちらの方を考えていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますと。 メインチャンネルの方では J リーグは裏列とか、えー、九州勢を中心として買いましたね、裏、え、列、ー、や九州勢を中心として、えー、動画を作っております。そしてこれからオフシーズンですね、オフシーズンの方はこんな感じで、まあ、J1 クラブを中心として、えー、シーズンの振り替えとか移籍、えー、の話とかやっていこうと思っているんでよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますということで、早速やっていきましょう。まずこちら。 で J1MVP 候補で出してますけれども、まあこんだけ出しております、やっぱりこう優勝チームとか、ね、2位チーム、この辺から選ばれることが、まあ、可能性としては高いんじゃないかということで、もちろんこれ以外にも選ばれる可能性はえあるんですけど一応、首位、横浜 F ・マリノそして2位のフロンターレの方から何人か選んでいるんですけれどもね、まず、ね、1人目、高岡選手ですね、今シーズン、フル出場って書いております、今年のねちょっと MVP の難しいところって、まあ多分本ん、みんな悩むところであると思うんですけど突出した数字を残した選手って どこのクラブにもあんまりいないんですね。こう得点のとこも、ね、飛,び飛び抜けて高い選手がいるわけじゃないですしね。というのがあるんで、なかなか、えー、難しいものがあると思うんですけど、まあ、マリノスもそうですよね。マリノスも、やっぱりうまいこと選手を使いながら、えー、ターンオーバーしながら、使い分けしながら戦っているんで、まあ、これ、良い意味です、これ、えー。良い意味でレギュラーが決まっていないチームには、今シーズン特になっているんですけど、そんな中でまあゴールキーパー、高岡選手は、えー、フル出場、リーグ戦はフル出場ということでございましてね。 サガントスのとからねスタジアムで直接見てきましたけれども、この選手、んとセービングとか、ね、キャッチングももちろんこれ素晴らしいものがあるんですけどれども、やっぱり高岡選手の良さって、ポジショニングと僕は思っていて、こうスーパーセーブにはならないんですけど、しっかりこう正面でボールを受け止めることができるとか、まあ、これ、本当はスーパーセーブって、ね、ギリギリのところのプレーにはなってくるんですけれども、こうそもそもゴールキーパーのポジショニングがいいゴールキーパーというのは、しっかり正面で受け止めるとか、そこが上手い選手にはなってくるんで、 僕はそのね、スーパーセーブもちろんこ高岡選手あるんですけど、それよりも個人的には、えー、ポジショニングのうまさはですね、スーパーセーブにしないとこう、これが逆にうまいんじゃないかなという感じが僕は、えー、しておりますし、もちろんこれ足元もうまい選手になってくるんでね、ちょっと僕は高岡選手、まあゴールキーパーですけどね、えー、あるんじゃないかなという感じがしておりますけれどもね。で、えー、2人目、マイナスから水沼コーターですね、今季28試合で7ゴール、6アシスト、今年は得点が伸びましたね、昨年もね、これアシストの数がすごい数叩き出していた。 水沼選手にはなってきますけれども、今年は得点も伸びているということでね、まあ、この選手も本当28試合、えー、出て、J1 で7ゴール、6アシスト、本当素晴らしい数字を残しているわけなんで、まあ、水沼コー太もこれ、もちろんこれ、えー、候補に上がってくるんじゃないですかね。そして、えー、レオセラーですね、ここね、レオセラーか、それともね、アンデルソン・ロペスか、悩んだんですけども、まあ、レオセラに一応しました、まあ、今季11ゴール、3アシストということでね、本当数字を残したレオセラー選手でございますけれども、いやー、 あね、レオセラも当他のチーム行けばもっと出番があっても、ね、おかしくないと思うんですけれども、しかしまあこれマリノスの、まあえー、チーム事情もあって、ね、うまいこと使い分けされながら出ているんですけれども、やっぱ出た試合では結果を残す選手になってきますね。こ、まあ、今年夏場ですかね、ちょっと移籍の話も今年は出たんですけれどもね、選手も MVP 候補に入ってくるんじゃないかという話でございますけれどもね。であとフロントーレか家永ですかね、まあ、11ゴール、4アシストということで、まあ、自身初の得点もこも、えー、かかっているシーズンですね。1位がチアゴサンタナー 選手の12ゴールだった感じがするんですけれども、まあそ,のね、それについて11ゴールをげているんで、イエナガ選手もこれ、えー、十分可能性としてあるんじゃないかって感じがしておりますね。そしてフロントアレから脇坂選手ですね、この選手も4ゴール、8アシストということで、まあ、中村健吾選手の背番号を受け継いだ選手になっていきますけれども、いや本当素晴らしい数字を残してますしね、ねこの辺りがやっぱり、ね、J1MVP 候補に入ってくるんじゃないですかね。まあ、アンデルソン・ロペスも本当に候補として僕は入れようかなと悩んだんですけど、ちょっと後半戦、 元気がなくなくっているんでねちゅうことを考えると、まあ、アンデルソン・ロペスか、えー、レオ・セラかっていうと僕はレオ・セラ推しかなっていう感じがしてますけどさ、えー、この中から誰か選ばれるのかそれとも、えー、別の選手が MVP を獲得するのかそこも注目して見ていこうと思ってますけどもね、はい、そして、えー、J2MVP 候補って出してますけどもね、まあ、やっぱりね横浜 FC から小川光希ですかね今季38試合で、えー、22ゴール4アシストまあほんねようやく才能が開花したんじゃないですかね、まあ、22ゴール4アシストということで とことでね、まあ、テントリアの才能が横浜に移籍してから開花したこの小川光輝、まあ今年はセンターフォワードだけじゃなくて、シャドウでプレイすることも増えているこの小川光輝でございますけども、まあ、J2 初代 MVP ですかね、獲得十分あるんじゃないですかね、そして、新潟から伊藤亮太郎ですかね、まあ、39試合で7ゴール10アシと決めてます、ほんとね、売られつ僕がウラ列サポーターではあるんでね、この伊藤亮太郎の活躍というのは、本当嬉しいんですけどもね、J2 ってこんだけのやっぱり数字を残すのかっていう感じが しております、まあ、7ゴール10アシストいやーねもうびっくりする数字でございますけれどもね。そして、高、えー、木選手ですね。新潟から高木義明選手ですね。まあ、ちょっと怪我をしてしまったんで、来シーズンの開幕は、えー、不在となることがもう方法を決定してしまっている高、えー、木選手でございますけれども、32試合で9ゴール、6アシスト、まあ、昨年もね多分10ゴール、10アシスト以上、ダブル、w、10、ダブル点以上を決めている選手にはなってきますけれど今年も安定した数字を、えー、残しました。高木選手も十分候としては入ってくる感じがしますね。 そして、まあ、ここからは、ね、優勝とか、ね、自動昇格チーム以外にはなってきますけどもし,、ね、もしプレーオフを勝ち上がってこれ J1 クラブを破って、ね、来シーズンこれ、えーね、プレーオフ勝ち上がって J1 に参入するとなるとやっぱり熊本とか、えー、岡山の選手からは川原選手とか、えー、この辺は名前が上がってくるんじゃないですかね、えー、川原選手、まあ、熊本のボランチの選手アンカーの選手にはなってきますけど39試合で、えー、1ゴール8アシスト、まあ、これアシストの数も多いんですけどこの選手はしっかりボールを奪い こともでできる選手なんで本当公衆に攻守に躍動してきた1年間になって決まった。まあ、本当熊本をここまで、ね、躍進された J2 で勝てるチームに仕上げてくれたのも川原選手の影響はもも大きいと思うんで川原選手もこれはもし熊本がプレーオフから、ね、勝ち上がって J1 に行くことがあれば候補として上がってきますね。そして高橋俊樹選手ですね。今季37試合で12ゴール1アシスト。まあ、この選手は本当熊本のテントリアとしてねこんだけ熊本を引っ張ってきた選手になってきますしね。この川原にしても、ね 高橋にしてもですけれどもね、やっぱり J1 のチームは間違いなくこれ調査はしているでしょうし、オファーもあると思います、あとは本人次第にはなっていくと思いますけれど、この2人に関しては本当、熊本の、えー、心臓部分になってくるんでね、まあ、センターフォワード、えー、高橋、そしてボランチアンガー、川原選手ということで、この辺はね、十分候補として上がってくるってか、上がってこないとおかしくないのかなという感じはしますけれどもね。で、あと、チアゴ・アベスですよね、岡山チアゴ・アウベスですね。えー、岡山チチーム名が抜けてますね、えー、チアゴアウベス岡山 まあ、このね、ファジアの岡山もこれまだ J1 の可能性がある。それこそ熊本と一緒ではプレオフからのこれ、勝ち上がりというのが期待されるチームにはなってきますけれども、そんな中でいうと、もし岡山がこれ、J2 で、ね、プレオフから勝ち上がると、まあ MVP としては違うわけですよこれ。可能性もゼロじゃないのかなという感じがします。まあ、難しいですよね、J2 の MVP ってね、まあ優勝チームから選ぶので、 あればまあ新潟とか横浜 FC とかどっちかにはなってくると思いますし逆にプレーオフですねプレーオフでね J1 チームに勝って昇格を決めたってなるとそこのインパクトもやっぱり大きくなるんで。 これ、本当に選ぶのも難しいと思いますよね。本来であれば、やっぱこれね1位と2位の自動昇格チームから選ばれるべきではないかという感じがしますし、そっちがベタな感じがするんですけども、さっきも言ったとり、これ、プレーオフですね、これ。J2 のチームがプレーオフから勝ち上がって J1 昇格を決めるとなると、そこのインパクトも強くなってくるんでね。ってことを考えると、ね、これ、チアゴアベスとか、熊、え、本、ー、の選手も十分入ってくるんじゃないかということでございますけどもね。はい というこんな感じで今後もですけどもねいろんな J1J2 のまあ勝手なベストイレブンとかも考えて、えーね、やっていこうと思っているんでよかったら今後もよろしくお願いいたしますということで以上パルプンテ j ジェールサッカーチャンネルの筒寿司をご覧ください。